まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。本日の試合の振り返りをお願いします。はい、連戦の中ではあったんですけど、まあ、自分たちのサッカーを、しようということで、まあ、前線からプレスも含め、入っていこうという話をした中で、まあ、いくつかシュートチャンスもありましたけど、まあ、無失点で勝ち切ることができてよかったです。次の試合の意気込みをお願いします。はい、上位トーナメントに、進出できるまだチャンスはあるので、最後まで、気を緩めずしっかり、勝ち点プラス得点を重ねて、上がれるように、また明日休息日ですがしっかり整えて、明後日いい試合できるようにしたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。